で、一回切ったんですが、これからですね。どこをやるか。なんかもう、こういうような練習をやっていてももうしょうがないかなというような感じもするんですが、もうだいぶ親指シフトで好きな文字が打てるようになったんだから、自分が考えてることを、まあ、ブログの文章とかも載せるように、またしようかなと思います。昨日というか、まあ、2010年5月7日ですね、にこの、文字を書いたんですけども、あと気になっていることなどを親指シフトで書いてみようかなと思ってます。で、どういったことを書くかなんですが、そうですね。どういったことを書くか。まあ、もうちょっと文字の大きさを大きくしたいと思うんですが、36ぐらいにしたいと思います。これですね。36ぐらいにして、でもここから後ろをみんな消してしまいたいと思います。で、どういったことを書くか。面白い CM なんですが、CM、そうですね。親指シフトで、CM だったら、ローマ字だったら、シフトを押しながら C と M を押せば大きくなるんですが、なんないんですね。これ半角を押して CM と打って、また半角をやって親指シフトを戻すというのがめんどくさかったので、半年か1年ぐらい前に親指シフトを今みたいに練習していたんですが、全くやんなくなってしまいました。文章に英語が入ってくるとやっぱりやりづらいのです。親指シフトも、そうですね。入力モードアルファベットというのがあるらしいんですけども、これはでも普通のローマ字入力の文字と変わんないですね。で、まあ、面白い CM。やっぱり、英語入れ、シフト押して英語が出てくればいいんですが、シフト押してもあんま変わんないです。全く反応しないというか。親指シフトを使っていて、途中でアルファベットを使いたいときは、半角、まあ自分の場合、自分のキーボードの場合ですが、左上の方にエスケープキー、ESC の下にある半角、全角というところを一回押して、オフにして、そうすると、まあ、アルファベットが好きなのが打てるので、で、打ってからまた半角を押して、親指シフトに戻ります。まっすぐですね。という感じですかね。で、面白い CM なんですが、確か声優かイオンか、イオンかジャスティか、どっかの CM、どっかのイオンの大手スーパーですね。声優かもしれませんが、女性のミニスカートのところに、隣に座っている恋人というわけではないんですが、男性が女性の太ももに目をずっとやっていて、そこに弁当が出てくるという CM なんですが、これは面白い。ああ、また半角押して CM だな、と思いました。あと、親指シフトを使っていて、よくローマ字入力だな、ローマ字入力の場合小さい案を打ってこう伸ばしていたんですが、これが親指シフトだとやりづらいなと思いました。こっちのこの棒も両方とも同時打点なのです。そうですね。まあ、そんなところでしょうか。
5分中たっぷりの時間が残ってしまいましたが、他に何が気になったことは、そうですね。何かをやっているときに、ああ、こういうことをブログに書いたほうが書こうかなということはいろいろ出てくるんですが、実際に、ああ、文字の大きさがなんか変わってしまいましたね。30とかですか。実際に、パソコンの前に座って考えてみると、まあ、このどういうことを書けばいいのかが頭に出てこないのです。頭に逆ですね。出てこないのです。とまずい文字になってしまいましたが。何かをしながら考えほうがいいのかもしれな、しれしれ、あれは相変わらず打ちづらいですね。しれたいのですが。こうして親指シフトを使って文章を書いているんですが、確かに早く文章が打てる気がしていますが、見よで、ここら辺からやっといた方がいいですね。していますがですね。いや、漏れいよ。あとは P ですね。あれな、の文字がぱり、ずはずのです。使用頻度の問題、これらの文字、その、もれいみぬよぴというのをどれだけ打つかということによって、まあ、親指シフトは使いやすいのか使いづらいのかということが判断することになってくるのかなと思うんですが、そうすると実際にやっぱり親指シフトをやって自分で文章を書いてみて、で、初めて判断できるということなので、親指シフトを挑戦しようとする人にとってみてはなかなか敷居が高いのかなと思いました。もうそろそろ時間が来たので、ここで切りたいと思います。